お願いします。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと目つぶっといてくださいね。はい、はい、どうぞ目を開けてください。怖いな怖いなマジで。いきますよ。はい、お願いします。せーの、パ。お前かいお前かいすごいファンって言ってて。お前かい。俺の大ちゃんはあなたのファンなんです。ということで、おめでとう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 、どうも、浅見さんです。ということで、今回ですけども、花尾に対してドッキリを仕掛けようかなと思いまして、今こんな格好してまして、わかりますかこれ。パティシエです。ということでですね、花尾の誕生日ケーキ、全部レンガが作ったらどうなる？めっちゃデコってある、デコレーションケーキみたいなものをね、もう作りたいんですけど、ちょっとね、それを僕一人でやれるのは無理やと思ったんですよね。だから今回、本場で働いてる先生をお呼びしました。すいません、先生お願いします。どうも。ということで、皆さんお願いします。よろしくお願いします。本当に、どうしました服が。え、これ買ったばっかでね、形から入りたい。僕、形から入るタイプなんですけど。じゃあ一回着ましょう、ちゃんと。え、でも合ってるくないですか。あ、もうダメだな、これ。すいません、すいません。こうですね。はい。はい。じゃあ、これ閉めてください、ここも。あ、なるほど。ほら、濃くなった。濃くなった。あ。ごめんなさい。あ、なるほど。あ、ちょっと柔道入るんですね。え僕のお腹すいません、痩せ切れませんでした。これすごい、はい、こういう感じで、はい、すごいよく切れました。じゃあ、レシピ出すんで何も言わずに作りましょう。あ、わかりました、わかりました、わかりました、はい、じゃあ、ちょっと僕の実力はどういうもんかって。そうですね、はい、はい、わかりました。させてもらって。じゃあ、じゃあやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。行きましょう、はい、じゃまず卵を測ってください。卵を測る、はい、180g。 え、はい、あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。卵を測るって何を、はい、どういうこと。え卵って何個とかじゃないんや。はい、グラムで測ってください。こんなん絶対卵の倍数にしかならないですよねこんなん絶対。え、いやもう面白すぎる。ええ、でもこれって、はい、え、思うようにやって大丈夫ですか。はい、もう思うようにやってください。最初は思うようにやって大丈夫ですか。面白いんで、はい、面白いんで、面白いんで、はい。あれびっくりしました、卵普通に初めて見た。で、次グラニュー糖を 90g、 蜂蜜を18g 入れてください。 18g、 はい、小麦粉、薄力粉を 108g で、バターが 43。 じゃあここから本格的にケーキをね、はい、作る工程に入りたいと思うんですけど、次どうしたいですか。で、それも言わないんで。あ、はい、なるほど、はい、なるほど、作ってください。わかりました。はい、期待してます。はい、わかりました、はい、やばどれでもボール4つしかないんで、組み合わせは別にそんな大した数ないですね。そうです、そうです。多分こいつ最初混ぜるんですよね。へぇ俺もやってた、塾で教えてる時そっちの解き方するんだみたいな数学のやば、言っちゃ嫌いや、今それそれが、そういう感じです。グラニュー糖は多分あった方がいい。なんでですか。え、甘くなるからですよし、合ってる、合ってると信じろ、信じるしかない。この仕上がりが、はいはいはい、こうなってたら、そう、OK、 OK、 そう、一応昨日やったんで、あの、え、ズルしないでください。探してますよ、ね。作り方探してましたよね。いやいや違う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 。完全に探してましたよね。いやいやいや、すいません。
あ、美味しそう。え？あ、美味しそう。さては。これどうなのかな。開けてすぐ入れて。はい。はい。開けたらすぐ入れる。すぐ入れる。はい。はい。怪しい。怪しい。はい。これでもう成功したら、もう誕生日ケーキの練習必要ないですよ、ね、終わり大丈夫、失敗するんで辛口米を出 す, すこのまま行ったら、あ、先生によると、おそらくもうダメだと壁になると壁ってなんだよ、それがよくわかんないですけど、でも壁でそれの原因が優先という、うん、今新たら新たに僕は優先という特技を覚えたんで次、ちょっと2回目もうね、これ焼いて20分ぐらいかかるんで、この間にもう次の2回目練習する、もう1回ぐらい今日練習する時間あるんで、はい、それちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。なんかじゃあ、今の測るのは一緒で、はい、わかりました。はい、やります。はい、これ覚えてます？グラニュー糖は180、はい、すごい、覚えてます。記憶力すごい。バターは43。すごい、本当にすごい。で、こいつが108。すごい、本当にすごい。全部範囲覚えてる。もう作れる。もう作れますから。すごい。数字は強いですよ。すごい。こいつは180。いけ。すごいな。グラニュー糖はもう入れていいんですよね。卵の中に。その前にこれ優先しましょう。ごめんなさい。はい。ごめんなさい。いやー。優先。萌えポイントですね。絶対誰も萌えてないですよ。本当に。じゃあこれで測りは終わりですね。測り終わりました。はい先生。はい、すいません。めっちゃ片付けてくれる。多分あのあれですよね、もう職業病。そうです。多分職業病ですよね。何も気にならないですよ、僕。だからすごい気になって仕方ない、あの垂れてるのとか。で、大体ほぐれたら優先にします。はい。で、周りが当たるからそこもしっかり混ぜて。そう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 、激しく混ぜて。はい、温度を測る。手で。あ、手で温度測るんですね。はい、ちょっと一回温度見ます。はい、ごめんなさい。あ、いいです。すごい。で、立てるときはそう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 。あー、すごい上手。ほらね。ほらね。気づいちゃった。やり方一度気づくと早いんだよな。すごい。僕クビになりましたか。うん、泡立て方が下手くそ。さっきうまいって言ったじゃないですか。さっきうまい。いや、褒めて伸ばすタイプ。実際は下手だった。もう浮かれてた。あ、ということで焼き終わってこうなんですけど、どうですかこれ。本当はこれでもっとうまくいくはず。なんでこうなったかわかります？え、だってこれ先生が言った通り僕やったんですよね。正解は、私が配分間違えたからです。じゃあプロセスは分かったんで、それをまあ家帰ってもう一回学び直すんですけど、はい、ちょっと味を見比べてみたいと、はい、いただきます。おいしい。ゴムみたい。なんでこんな美味しくないんやろ。全部が間違ってたからです。ごめんなさい。でもほんまに僕一個だけ反論していいですか。はい、先生も間違えました。一番大事なところです。それは否めない。いや否めない。どうぞ。ちょっとじゃあいただきます。あ、でももうなんか触った感じふわふわとか全然違う。いただきます。あ、でもあ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。え、全然違う。甘いけど。え？これゴム。ゴム、ゴムじゃないから。同じ材料。ゴム。同じ材質、これ合成樹脂じゃないから。ゴムです。アウトプットしか見ない先生。家庭はね。結果は全ての先生のこと分かりました。ということで1日目終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。今ちょっと一旦まあ前回の復習までやったんですけど、今日はその先の世界を僕に見せてくださいということで、はいはい、スポンジにぬりぬりするんですよね。はい。今日は
じゃあ生クリーム立てましょう。あ、ここだよな。ここで動画映えするかが決まる。砂糖は 8%。 これ今浮いてるんです。当たってる時はこういう音するんですよ、はいはい、浮いてる時はこう。ここからだいたい、まあこれ3段サンドにされたらこれは3分の1、はい、2段サンドにされたら半分、はいはいはい、どっちがいいです。2 じゃあこれを練習なんで、こっちから押さえてこう半分で、はいはい、上下、はいはい、で切っていくんで、それをまっすぐ、そのまっすぐが難しい、はい、そこがやって大丈夫ですか。はい、言ってください。まっすぐまっすぐなるように、で、刃をいっぱい動かしてながら押さないと潰れちゃうんで、すごい上下に。あ、こういうことですね。え、どういうことですか。波打ってるでしょ。だからここまではまっすぐやったのに、はい、俺ウィンドサーフィンやってたからや。そう、だから波打ってんねや。そう、そんなんいらんって。はい、はい、そういうことですね。え、でもこれは何点ですか。100点満点で言うと3点。嘘やん。そんなに、そんなに嘘やん。ちょっとここまでで何点ですか。じゃあここまで100点でしょ。え、嘘、うん、そんなに減衰した、うん、だってこの米吉もここへこんでるし。あ、これはい、生クリームの硬さが、はい、硬さ的にはこうすくって粒ができるぐらい、こういう感じでね。はい、こっちが半分。とりあえず先生の助けをね、はい、もらいながら、まあ、ちょっと盛り付けとかはほぼ先生がやったんですけど、ちょっとずつ成長してますよ、僕も。僕もちょっとずつ成長してますよ。はい、ということで家帰ってきて、大阪帰ってきたんですけど、いろいろ買ってきました。これでお菓子作る環境が我が家にもあると。これ美味しいんかな。結論だけさっきこのね動画のために伝えておくと、何かが間違ってます。柔らかい柔らかい。お、いいですね。あー、さっきより柔らかい。は？ちなみにさっきより柔らかいって言いましたが、なんかスポンジケーキらしいスポンジかというと、まだな気がしますね。なんでなの？ちょっともうちょっといろいろ確認します。はい、じゃあ次入れましょう。はい。ちょっと生地が死にかけてるんで。え、死にかけてます、うん、急いでください。時間が経つとやっぱり空気が落ちてくるんで、ちょっとだけこっち入れて、ちょっとだけこう、あ、違う、逆、そう、そっちです。で、こっからはあんまり混ぜないで下からすくうように。バターは重いから下に溜まってくんで、はい、どん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 上にこう混ぜていく感じ。はい、ということで本当に本番作るということで、最後は結構大きく作ろうと思うんですけど、最高のスポンジを作って明日のドッキリに備えたいと思います。もうメイキッドパセコ何回も言ってるから。腹入ったんだし、今と食べてた。そうっすね。で、ちょっと 550g より多かったんですけど、で、これをほぐしてこっちに。あ、わかりました、わかりました。ポケットにしまおうとしてた。いや、無意識に、無意識に。びっくりした。無意識に、ここも無意識にびっくりしました。手癖悪いな。もうなんか、跡が残る状態。まあ、良い良い、うん、でもうちょっときめで整えて、あと最後転作で。わかりました。シビアですね。ふざけてる場合じゃない。ごめんなさい。ごめんなさい。やばいやばいやばい。粉が出てきちゃって、ほら混ざってないから。はい。ああ。え、まだ熱くないんで。まだ熱くないんで。ということで完成しました。ということでね、いきます。
すごこれ。よくできました。はい。これすごくね。ちょっとここからは多分できないんで。あ、できないらしいです。あの。はい。え、今何した？何した？今何した？はい。これが多分できないと思ったんで。はい。あんまりやりすぎると、ね、割れるから。あ、今のは大丈夫ですか？さすがにだってプロですから。それで冷やしましょう。クリーム塗ったら割れてないですね。そうそう。大丈夫。じゃあまた冷やすだけということで。はい。じゃあもう待つと。まだ1時間ぐらいしか経ってないよ、ここから。帰る。え？帰ります。ご飯食べましょう。今日全然怒りますから。今日はちょっと予定あるんで。なんでだよ。なんで。ちょっと手鳴らしましょうか。OK。終了です。完成。完成しました。できた。はい、ということで、このケーキ、はい、私がこの方に習って検証を受けた結果作ったケーキドッキリでした。ほんまに？ということで、この方レンタル彼女ではありません。この方パティシエでございます。マジですか？このために東京から来ました。あの方もこのために東京から来ました。やだ、付属だ。何の付属品かしら。なんか呼び乗りさんもということで、これ私なんと6月ぐらいからずっとあのね、ちょいちょい習いに東京に行ってて、京都昨日で作ったという。マジっすか？すごい。ということになります。へ、はい。いやだからレンタル彼女には向いてへんなと思ってた。もうちょっとサービスしなかったかな。味でもどうでした？いや、美味しかった。普通に美味しかったよ。だから普通、ほんまに。いや、なんかすいません、とんでもなくすごい人に見えてきました。じゃあこの部屋にある俺のさ、はい、まずガチプレゼントをちょっと探してよ。ガチプレ、うん、結構ちゃんと買ったから。俺も知らないけどですね。僕も知らないです全然。よし、探します。じゃあ、はい、あ、すごい、撮影のバッグ、こんなとこに。マジでね、ゴミ袋なんか入れてへんやろな。入れてないですよ。ありがとうございます。これすごくない？いいですね。何これ？レインコート。これすごくない？これ何それ？何それ？え、ちょっと俺も分からないけど、なんか冷蔵庫みたいな衣類の、こんなん持ってんのお前。はい、ということで花子さん正解です。今回私の誕生日プレゼントこちらでございます。マジ？待って、めっちゃ嬉しいんだけど。これこちら、すげえ、衣類を家でクリーニングできる。待って、めっちゃこれすごくない？ここの中に洋服を入れてビッてボタンを押すとクリーニングされる。すげえ。クリーニング屋さんに行く必要がなくなります。もう超センスいいやん。めっちゃ嬉しいです。いや、それあげます。はい、すごい。え、後でお金か返すとか？いや、全然大丈夫です。それだけ。これすごい嬉しい。ありがとうございます。本当に最高のプレゼントです。すごっ。だってこの人物なくすんやん。確かに、あれなくしたらもういよいよ、あれなくしたらいよいよやと思って俺勝ちるから。ほんまになくす、でかいのない、なくしがいがありますよね。はい、はい、ということで今回のね、いやでもありがとうございます。花尾誕生日企画は以上と、もう以上で終了しました。愛されてんな俺。